前回はですね、アドリブ初心者に向けてルートに戻れ、今回は、まあ、第2歩目ですね、サードに戻れってやつです。この3度を意識できるようになってくると、もっともっと先に行けます。はい、こんにちは、バードモンです。僕は国内外で様々なアーティストの皆さんとご一緒させてもらうありがたい仕事をしてみたり、見込みギタラボとしてですね、ギター専用のオンラインサロンを運営しております。YouTube の概要欄、この動画の下のですね、概要欄に詳しく書いてますので、ぜひチェックしてみてください。ギター仲間がですね、たくさん、待ってます。そしてですね、一つお知らせをさせてください。ワンオブラブプロジェクトギグ2022というのに参加しました。国内外様々なアーティストの皆さんとご一緒させてもらっているというような仕事の一環ですね。はい。斉藤信さんと、夏木まりさんご夫婦がですね、代表になって、やられている、もう10年以上やられている、イベントなんですけども、こちらにですね、参加しました。ワンオブラブ、スペシャルバンドということで、そして、出演者はですね、もちろん夏木まりさんは当たり前のことですね、上白石萌音さん、グリームスパンキーさん、中井津チャボレイチさん、としろうさん、ブラフマンのとしろうさん、ミス王者さんなど豪華ゲストの皆さんとご一緒しました。で、そのテレビ放送があります。フジテレビでですね、8月31日、26時25分、深夜の2時25分から1時間ですね、放映されますので、ぜひチェックしてみてください。バートマンテレビに出るよってことですね。はい、よろしくお願いいたします。はい、前回はですね、アドリブ初心者に向けて、アドリブの第一歩ですね、ルートに戻れっていうのをやりました。ね、ルートに戻ったら、いろんなことが万事解決しますっていうことですね。もうめちゃくちゃ荒々しい、説明が来ました。でも、こっから始めないことには、いろいろ分かりにくいかな、ということでね。これで多分、3つ以上のことがですね、解決したと思うんです。まだ見てない人はそちらの方を見てください。そして、ルートに必ず戻るということをね、やってみてほしいんです。で、今回は、まあ、第2歩目ですね。サードに戻れってやつです。サードに。ね。こうやって、例えば A のコードがありましたところ、ね、この中指が役目してるのがサードです。離すとマイナーで、入れるとメジャーに聞こえるね。この音を使いましょうと。この音にフレーズは戻ってきてくださいっていうやつをやりたいと思います。だから、ペンタトニックは弾いているんだけど、3度に戻ってください。ペンタトニックのない音だけど、ちょっとやってみてくださいってことですね。で、これなぜかというとね、前回のルートに戻れをやってみてほしいんです。それでね、皆さん、セッションとか行くとですね、まあよくあるのが、ブルースがベースになってるような音楽。ブルース的な音楽をやった時に全部ルートに戻ったとするじゃないですか。例えばキーが A で全部 A に戻ったとする。ちょっとやってみましょうね。幼稚園生の作文、小学生低学年の作文、今日公園に行きました、砂場で遊びました、友達に会いました、お母さんが迎えに来ましたに聞こえない聞こえない。それまでで聞こえないんだったら聞こえないんですよ。それで、あまり嘘つかないで、聞こえないんだったらそれを何度もやって、飽きるまでやってもらうことがすごく大事で、はい。それをやってもらっていいんですけど、ちょっとなんか拙い文章に聞こえるなと、なんとかしました丸、なんとかしました丸っていう風に言ってるように聞こえるかなと。ね。そういう人にはですね、ちょっとなんかこう、幼稚に聞こえると思う人にはですね、今回のがすごく当てはまっていて、サードに行きましょうってことなんです。でも、サードもですね、ちょっと今日はこのドのシャープ、6フレット、3弦6フレット。ここだけ目指していきたいんですが、ここを使っていいタイミングというのがありまして、コード進行でも A に戻ってくるところですね。A に戻ってきたところ。例えば、ちょっと場所を説明します。ワン、ツー、スリー、フォー。今いいね。こう使ったらダメ。ここ使っていい。使っていい。A
ね。使ったらダメ。使っていい。使ったらダメ。使ったらダメ。みたいな感じで、コードの流れがある程度ちょっと理解してないとできないかもしれません。でも A の時にはそのサードに戻ることがとっても大事なんですよ。で、意外とね、このマイナーペンタというのを使うと、ブルージーに聞こえまして、ブルースの時にね、ブルースの時にマイナーペンタを使うといいんですけど、どうもねパッとしなくなるんですよ。要はなぜかというと賛同を弾かない使わないんでね。なんで例えばちょっと弾いてみましょう。しないんです。これが3度が入ることによって急に明るくなるので聞いてみてくださいね。少し明るくなるんですね。というわけでですね、ぜひ3度入れてみていただきたいなと。で、3度の場所はここと A7 と3度ってここにありますので、そのフレーズの行った先でうまく3度を取り入れていただきたいなと。で、ちょっとやってみましょうね。こんな風にですね、3度は使えるというわけですね。この3度を意識できるようになってくると、かなりコード進行が頭の中で忘れずに、ちゃんとコード進行が動いている感じを頭の中でちゃんと考えれてる人なので、もっともっと先に行けます。なのでまずはこの3度を、しっかりと弾けるようにね、コード進行を忘れないで弾けるようにやってみてください。はい、というわけで今日のレッスンいかがだったでしょうか。今日もですね、僕の誕生日の日に、撮影してます。8月8日に、撮影しておりますけどね。というわけで皆さんと、また1年楽しくギターレッスンしていきたいと思いますんで、これからもどうぞよろしくお願いいたします。それでは、チャンネル登録、コメント、高評価ぜひよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。それでは。おすすめ動画はこちらとこちらになっております。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ありがとうございました。